奈良市伏見湿度の加工残血加工は日本最初の金貨である海気症だからと同時期に発行されたとされる銀銭。本来の銭名は加工あるいは行貨であるはずだがこの二文字を持つ断片一点しか発見されていないため不明。日本でも中国大陸でもこの二文字を含む貨幣は史実に記載がなく謎の銀貨である。天武朝の銀銭。 養老5年発行の一両銀線、外国船、リア商船、市中貨幣など諸説あるが、いずれも根拠に乏しい。海気象宝と共に出土していることから、天平法治4年前後の発行と推測する説が有力であり、この時期に、塔において50分あるいは100分の直径3.0から3.6センチメートル程度の大型銅線が発行されていることから、 これらとの関係を指摘する説もある。1937年、奈良市伏見町最大寺畑山にて怪奇小宝31枚と共に発見された。この時、金の延べ板なども同時に見つかっている。現在は怪奇小宝と共に東京国立博物館に保管されている。破片の質量は1 5 9 5ム厚さ7 3ミリメートルの分厚いものであり。 全体の復元質量は38から 40g、直径 34mm と推定され、当時の約1両の質量に相当する。線踏みの推測も行われ、中国の諸主来に、つかさしも、商工家家事業府とあり、これより、船名は、商工業府とする説、また、商工業、宝とする説もある。ありがとうございます。